で歌いながら弾いてみます。2小節と細かくスラーがついてますが、4小節一息で歌うように弾いた方がメロディーが綺麗かなと思います。それから中間部のラシド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 、何度もラシドと出てくるところは一つ一つどんどん思いを込めて弾いてください。そして最後の1回は少しリタルランド、遅くしながら弾いてたっぷり息を吸って次のメロディーに入ってください。という感じです。左手の弾き方は、左手は全体にレガートでスラーをつけた感じで弾くといいと思います。この時に5の指が長く残りすぎないように、音と音が重なっていないかよくお耳で聞きながら弾いてください。中間部の左は優しくスラーを抜きましょう。最後の和音になるところは弱く弾いてください。左右のバランスにも気をつけて弾きましょう。